所以说三号门值得走，各位，三号门值得走，它还有剧情啊。那就跟我小学时候被偷钱包，然后我们假装放一个钱包在那里蹲在外面守一个道理。为什么没有等到犯人呢？是因为犯人在我们当中很有可能，对吧？说不定要么成平干的，要么西干的。之后动物就再也没有被袭击过了啊。你确定他那个时候在门口是哭吗？说不定你去看子，他当时并不是哭，在那笑呢，对吧？捂着脸其实在笑，并不是在哭，那也很有可能啊，太可怕了。だってそうだろ、あの頃俺たち小学生だぜ。もし本当に犯人がやってきたら、きっと相手は刃物とか持ってただろうし、お前も本当は不安だっただろう。私は不安じゃなくて純平くんだ。お？純平くんだ。这话说的，因为有我，所以他。そういえば飼育係って誰もやりたがらなかったですよね。立候補したのも初めは私だけでした。特に男子は動物の世話とか面倒くさがるからな。後から純平くんがやり、どうせ何か係をやらなきゃいけなかったんだ。だったらパートナーはおとなしいやつの方、サボっても担任にチクったりしないようなやつが。啊，因为这个原因，子以为是成平想跟他在一起，实际上成平是想，哎呀，跟他在一块，万一不做事也不会被打小报告之类，对吧？哦，突然间破灭了，突然间破灭了，假装若无其事看向一边，哦，那就是撒谎了。啊，撒谎了，当然不是真正的理由。哦，还真是，还真是。所以说这个纯平实际上也是那种就是难为情，不好意思说，直接说，对吧？包括我们之前选择也是，明明就是可能就是想夸他的，故意说没有。さてと、思い出話をしてる場合じゃない。早く脱出する方法を探さないと。私は向こうを調べてきます。这一段说实话，这一段描写的还不错，而且真的让我感觉到他们有些往事之类的，主线的感情线就应该这样写才对。之前的都是些什么，完全就不知道他们两个熟悉在哪里，然后就莫名其妙就有感情了，对吧？好歹说一下之前的往事，会让人觉得哦，这两人原来是这样的关系，这样认识的，会让人有一些代入感。这个感情线写的真的。それじゃあ俺もそろそろ。不太好，不太好，解谜还是做的不错的。主要是你要拿到现在，我就不惊讶了。当年这个文字游戏的感情线写的都是细腻的，他这一点都不细腻。我踩到血了。我可以看一下尸体吗？死体の隣で昔話なんて、いや。这是因为这个时候，所以才不想去想跟死亡有关的事。生き延びないとな。な、あいつと一緒に。
扫帚。我们可以做的事情还蛮多的，接热水，真有什么才是最糟糕的。嗯，红色钥匙卡，这个厕所里面怎么这么多东西？这个厕所里面东西还真多，看一下血，喷一喷，对，然后关灯。右左哦，左右左，右右哦，左左右，左右左，左左右，左右左。不知道是什么，可能之后用得到。接水，接水冲马桶，接热水冲马桶，我想想就觉得有点味道。倒进水箱就可以用了啊？这个设计不好吧？我都有水桶，我直接倒不行吗？我还要倒到水箱里冲啊？这就是说有没有点画蛇添足呢？这是不是有点多余呢？我啊，对不对？咱就是说，他就在这，我就是有热水，我直接倒不行，他让我倒到水箱里再冲，为什么？我不理解。185等于185等于是什么意思呢？这个东西是啥意思呢？不懂。这东西可以拆开拼一拼吗？哦，绕在那个拖把上，哦，不是扫帚上，就相当于有的纸绕在笔管上就可以有一些东西，对吧？应该是这个，我猜到，应该是。果然，什么东西呢？看不见。634+185，185等于819，是的吧？是819吧？819，然后呢？这两个 lock 怎么解除呢？哦，红色的卡，先刷一下，还要找一个蓝色的卡，对吧？这东西又是开什么的？哦，螺丝刀。那順平，体温計のメモリってなんで42度までしかないか知ってるか？因为我好像有想我看到过，但我忘了。升温到42度以上，应该人就没了吧？そう、考えたこともないな。人の体を作ってるタンパク質は、ゆで卵と同じさ。ゆで卵をいくら冷やしても、生卵には戻らないだろ。要するに死んじまうってことだ。对，这个时候人就没了，没有必要再去量体温了。だから体温計には。42度以上のメモリは必要ないんだよ。そうなんだ。だがよほどのことがない限り、そんな熱が出ることはない。どんなウイルスに感染しようと、42度を超えるのは極めて稀だ。ま、それ以外の原因があれば話は別だが。其他原因？それ以外の原因？そうだな。桑拿房。那就活活蒸死了。あるいは
你不要聊这么恐怖的话题嘛，在厕所里聊不太合适，还有人在吃关东煮呢，真的是，你让人家如何下咽呢，对不对？一听42度を超えるだろうな。よし、取るとぜ。这个厕所也真是很有味道，厕所里面躺着一具爆炸了血呼拉叉的尸体，然后还有一些不知道多少年没冲过的厕所，然后他又在这里聊人这个被火烧死之类的情况啊，这个很吓人，很吓人。なんだ？いや、なんでもない。怎么了？我最讨厌说话说一半的人了。温度计。把这个放到热水里，高温高温高温。哦，应该是要把水放到这个里面，应该还是，那这个温度计，我刚刚算出来是多少？819吧，是不是819啊？81968861786，1786年吗？是1786吧？没有算错的话，不管了，你们帮我算，我觉得是1786。他这个是什么意思啊？我没搞懂啊。我要让他从排水口溢出才对，对吧？是怎么样让他从排水口溢出，我就不知道了。哦哦，对，左左，哦，对对对对对，哦，提示在这里的，左左左右。啊，我忘了，果然是大脑，然后是左右左，对吧？我傻了，我傻了，果然头痛，玩解谜游戏不太行。这个水说实话不脏吗？我不是很想捞呀。我们刚算多少？1786。哎，不是吗？等一下，我再看一眼啊。1776啊，哦，对的对的，好黑的门，好黑的门。这个出去不就是那个停尸间一样的房间吗？全是床，对吧？全是床那个房间。嗯？何やってんだよ、セブン。もしかしたら、シャ戻ってくることになるかもしれねえだろ。流门。所以他既有可能拿到九号，又有可能拿到，又有可能拿到二号，是吧？九号加二号是11，11加7是18，刚刚好，刚刚好。哎，他聪明的，对不对？如果他拿到的话，九号他如果拿到九号钥匙，又拿到二号钥匙，正好11号，11号加他7号正好是18，18树根正好是9。他只能说聪明，对吧？留了一手，是不是坏人不一定。我希望他不是坏人啊！而且就是他这个事情，你问他，他都直接说了，也没有藏着掖着。跟他同行的人都有可能知道可以回来。だから扉にほうきの絵を挟んでおいたんだ。純平くん、あれ。どうした？壁に何か貼られてます。所以，只要跟赛文同行过一次的人都有可能回到之前的房间。
对吧？他只要看到过他留门，他就会知道他之前进过的房间他都留了门，是不是这个道理？我觉得我船内マップだ。左上のところに。このフロアのマップだってことか。あと、じっくり見るのは後にしよう。看我们现在路线在哪？有，可以。我们已经走到这条路线了，把这条路线走完，我觉得这个可以了。话说我现在存了多少个档，我根本就不知道。いいか、開くぞ。こいつは。おいおい、マジか。戻ってきちまったってのか。最开始的密室回不了，最开始的密室被淹了。ヨツバちゃんに。ヤシロさん、イチミヤさんも無事だったんですね。あれ？八代生气了。八代生气了。打谁了？どの面下げて戻ってきたのよ。哦，打的我，那没事。我当打的子呢，打我没事。就活该打，就是应该活该打，没事。よせよ。それどころじゃねえんだ。何よ？いいから見てごらん。ドアの間にドライバーをかませておいた。所以说，因为走了三号门，提前发现尸体了，对吧？すぐそこの数字の書かれてないドアだ。ロックはかかってねえから、そこから入れ。所以正常密室，除非是赛文留了后手的门以外，都没有办法再回去了。進んでいくとシャワー室がある。つまり、ナンバリングドアを通らなくても。ああ。何が？哇塞，这边没有直接说，只是让他去看而已。你不要去了，所以你别走了。やれやれ、必ず戻ってきてくれると信じて。一路说，哎，怎么你们又回来？不过跟之前好像情况不太一样。確かに私はそう言ったが、まさか。私も。你就算了吧。一公每次都是，哎，你们怎么又回来了？我知道你们会回来的，怎么这么快？这个角度好吓人啊！这后面都一样的。我们看一下这后面的发展，我看他是怎么走到那条线的。因为没有，我感觉没看到就是血门的那个环节，他是怎么从这条线过渡到这条线的呢？因为他现在不可能再走回到这个地方了，他没有通路啊，他只可能走到这个地方，没有经过血门直接就走到这了。我看一下这边剧情是什么，我们就差不多了。そんなバカ。ここだな。それ。あ、水槽。さて。真的，这个电梯门每次打开我都觉得很吓人，好怕突然间，这感觉特别像什么 SCP 那个里面感觉，一开门突然一个怪物扑出来这样。C とボトム、おすまはボトム。就直接分组了。ナンバリ。決めるべきは。さっきみたいに。そうね。これ以上。ということは。では、俺が行こう。俺も。それなら。それじゃあ
刚刚就直接封好了。バカなこと。就直接这个就直接封好了。さ。お、行くか。我看一下，确定走到这条线路上，我们就可以结束了。哦，所以如果选三号门的话，就中途省去很多，直接是这条线。禁闭室这边的音乐听着还是怪瘆得慌的。那果然，那看来我们一开始走出了一个非常大众的结局，就是它有很多线路，只要选错都是这个结局，对吧？看来很容易选到这个结局啊。那我感觉这个游戏很快就打通了，这应该很快了吧？这不就很快了吗？好的，我们回到游戏，回到这个点，选择七号门，走白色钥匙这条线，看一下是什么好了呀。七号门。我们这条线四号门是拿了一个四叶草的书签的，所以可能七号门这边有点什么不一样的东西啊。啊，怎么又是这个房间？有辛苦大家跟我再看一遍这个密室了。没变，还是锁的，所以要走一下这个密室，应该有个什么东西。看样子有不同，应该有不同。啊！哦，赛文要回忆一遍这个。他给我们讲 EDT 的事，对吧 ？EDT。あたかも物質同士が互いに囁き合っているかのように。啊，不一样了，是因为之前我们只有在这边第一次听赛文跟我们说 EDT， 但是这条线路我们在四号门Satan，我不知道他的名字怎么念，他已经事先跟我们说过这个东西了，然后我们再听赛文说就不一样了。我们这是第二次听到这个概念了。目には見えない何かで情報を伝え合っているかのように。その現象は、所以我们这次能对上了。我听说过这个东西，更加就是坐实了这个事情的可信度。そうだ。要するにそういうことなんだ。啊，原来这条线的意义在这里啊，对吧？不是我走这个，不只是排列组合那么简单，是有一个因果关系的。可以可以。なんでわかった？我是怎么知道的？我听过。どこで？白猫告诉我的。冷凍庫で。冷凍庫？な、そこで紫紫说的吗？是紫说的吗？我怎么记得是白猫说的？哦，白猫只给我了书签是吧？嗯。酒でも。哦哦，紫说的那个 ice 酒对吧 ？ice 酒。然后白猫给的书签不一样。何か思い当たることでも。ちょっと待ってくれ。他不会这条线能提前回忆起来什么吧？もしかして、你知道アイス酒吗？对吧？アイスナインのこと。アイスナイン、アイスナイン、アイス、アイス。哎，我们之前在那个叫什么一号线那边，是不是有一本书上面是 L ice， L ice， A L ice？是跟这个有关吗？そうだ、思い出したぜ。この船にはあの少女がいるんだ。什么东西？あの少女。哇哇哇哇哇！アリスのことだよ。アリス。アリスって誰だよ。アオリオ。だから常温でも溶けない凍りついたあの少女のことだ。什么？あ？哇哇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 ！可以，这条线可以，这条线可以。タイタニック号が沈没したことは知ってる。那看来471跟586这两条线应该都很接近真相了。打完之后应该就有一个真结局。
1912年4月15日，泰坦尼克号沉没，我知道。犠牲者の数は1500名以上。哇，这条件精彩。史上最悪の海難事故だ。我看一下录播开了吧。我开了开了，好担心。それがどうかしたのか。遺体を回収した船のことは。確かカルパチア号じゃなかったかな。不会这条船就是卡帕西亚吧？回收的那些床上面躺的都是尸体吧？タイタニック号と同じイギリス船籍の客船だったと思うが。あ、違う。そいつは生存者を救出した船のことだ。遺体を回収した船はマッケイ・ベネット号という。ベネット号は事故発生から2日後の4月17日、カナダのハリファクスにある港を出港し、現場海域において306人の遺体を収容した。そこは氷山の漂う極寒の海原。当然のごとく、引き上げられた遺体はガチガチに凍りついていたという。あまり気分のいい話じゃないな。ベネット号が引き上げたのは、何も遺体だけじゃなかった。洋上に浮かんだ数々の遺品も回収したと言われている。その中に、木乃伊、一機の棺。棺材。棺？そう、棺だ。哇。这种棺材。腕の立つ職人が作ったんだろう。不是木乃伊的棺材。組木細工のような構造をしていたその棺は。看来果然不是普通的密室逃脱游戏啊，应该有个后面有个什么东西啊。一本の釘も使われ。目前才窥见了一点点。少しの隙間もなくびっちりと密閉されていたらしい。等一下，这边楼下的那个棺材长什么形状？好像不是这个形状。楼下棺材好像是那种形状的。这种形状的，不是这种方方的形状。全員たちは気になって、その棺を開けてみることにした。有个冰冻的少女。くさびを打ち込んで、無理やりこじ開けたんだ。すると、中に収められていたのは、哇，一人の少女の泣き声。这一看就不是现代的，她手指头好长，感觉像是什么。法老那种埃及公主的感觉，手指头应该是这手指头还是戴的那种装饰啊？搞不清楚啊。あでやかな黒髪、みずみずしく潤いをまとった褐色の肌、気品漂うその顔立ちは、まるで女神のように美しかったという。彼女は眠るように死んでいた。今にも起き上がってきそうなほど血色のいい艶やかな肌をしていた。だが。彼女が目覚めることはなかった。他の犠牲者たちと同じように彼女の体は冷たく凍りついていたんだ。やがて捜索を終えたベネット号は母港であるハリファクスの港へと戻った。次々と陸揚げされていく306体の遺体。春のうららかな日差しを浴びて、その頃にはもう凍っていた遺体はグズ、中には腐朽を放ち始めていたものもあった。ところが一体だけ凍りついたままの綺麗な遺体が存在した。それが棺の中に収められていた少女だった。そうだ。最初は誰もが思った、ほんの 2,3 日もすれば彼女の体も腐り始めるだろうと。だが1週間経っても2週間経っても一月が経ち、我其实也有点夸张吧，就因为人家不腐烂就一直放着也不太合适吧，放一直放到夏天。それでもなお凍ったままの彼女の姿はやがて人々から噂は噂を呼んで瞬く間に広がり。就算他不腐烂，旁边腐烂也熏臭了好吗？怎么想的？奇跡の少女を一目見ようと大勢の人々が。ハリファクスの港へと押し寄せることになった。ハリファクス。そんな中、誰からともなく彼女オールアリスと。哦，就是那本书上的 A L Ice 吗 ？All Ice， 又是全部被冰冻的，又是永恒的爱丽丝，这种意思啊。だが。その噂も長くは続かなかった。哇，这精彩！どうした？消えちまったんだよ。消失了。アリスの姿が
突然と。不会复活了吧？他不会哦。他说，他说那个少女在这个船上，他刚说了。何者かが倉庫に忍び込んでアリスの遺体を持ち去ったらしい。姿が消えれば噂も消える。次第に彼女のことは忘れ去られていき、今では当時の新聞にその名残をわずかにとどめるばかりだ。待ってくれ。お前はさっきこの船にはあの書。ああ、言ったな。某个地方。アリスは間違いなくこの船のどこかにいるはずだ。なぜ？俺は知ってるからだ。何を？その後アリスがどうなったのかを。聞かせてくれ。どうなったんだ？当時ニューヨークには世界中の富豪たちが集まり、難道会是拍卖了不是吧？あったと言われている。这东西也有人买啊？そこのオークションで、是立马。競売にかけられたんだ。落札した人物の名は。不会是那个喜欢收集泰坦尼克号周边的那个叫什么什么什么哥还是什么啊？对吧？就是这个戈迪恩爵士嘛。我记不得他名字，我就记得有个叫什么哥。哇，真的神经病啊！这个人真的是有钱没地方花。聞いたことのある名前だろ。嗯。ゴルダイン橋。喜欢收集泰坦尼克号周边吗？タイタニック号の姉妹船。ギガント号を買い取った人物か。その通り。まあ時系列的には逆になるんだがね。他是因为买了这个尸体，然后再去收集泰坦尼克号周边的，是这意思吗？というと、ゴルダイン橋は1912年にアリスを手に入れてから、その4年後の1916年にギガントを買い取ったんだ。为什么呢？他发现了什么呢？そしてギガントのどこかにアリスを隠した。就相当于你买了一个 SD 娃娃还是什么娃娃之后，又给他买了一个娃屋啊，这种感觉是这意思吧？是这意思啊？我理解没错吧？それがどこなのかはわからん。彼は1931年にこの世を去っている。アリスの隠し場所を誰にも告げぬままくたばっちまったのさ。ただ。ただ。ゴルダイン教の側近が一度だけ尋ねたことがあるそうだ。アリスはどこに？すると彼はこう答えたという。在哪里？ギガントのへその下。知識の森を巨人的肚脐下方。穿过知识之森后来到一个小房间。爱丽丝便沉睡在那里。应该不是之前的那个棺材，那个棺材装的是活人，而且那个棺材看着一点都不精致。巨人的肚脐下方，我存一个道，我看一下这个船的地图啊，稍等啊。巨人的肚脐下方，我们之前是不是拿到一张卡，是图书馆的卡？穿过知识之森之后，来到一个小房间，应该是图书馆，应该是吧？我觉得拿到一张图书馆的卡吗？那个卡是不是没用上？巨人的肚脐，看一下啊，是 B， 目前只有 B。我觉得知识之森可能就是图书馆，还是说，哎，这个船上怎么还会有图书馆，对吧？图书馆之后应该有个小房间，爱丽丝在那里才对，绝对不是在教堂那个九号门那么简单。なんだそりゃ。暗号か。さあね。とにかくそんなわけで、俺は確信してるんだよ。ギガントのどこかに。あ、巨人号的肚脐的下方。我是不是某一层甲板的意思的下方？然后穿过图书馆，那有个小房间这样。つまり、この船のどこかに氷の少女が隠されてるってな。ちょっと。二人とも何やってんのよ。そんなところでだべってないで、早く出てきなさいよ。いや、分かった分かった。すぐに行くよ。这条路线他哥哥还在吗？我看一下，我忘了。三七八。哦，这条路线他目前还不知道哥哥死了，所以他现在还挺精神的。我们要出去之后。
才知道他哥哥死了这件事情啊。我说呢，他怎么精神状态这么好呢？大哥们，とにかくまそういうわけだ。今話したこといずれ役に立つ時が来るかもしれん。忘れんなよ。别忘了，我觉得很重要。アリス。その王女のミイラは普通のミイラじゃなかったんですよ。皇女的木乃伊。彼女凍ってたみたいな。对上了，对上了。発見された時からタイタニックに積み込まれる凍りついたその体は砂漠の上を運ばれている時でさえ決して溶けることはなかったと言われています。所以是，爱丽丝被用アイス酒冻住了。そのエジプトの王女はアリス。体内にある 60% の水分が。バカバカしい。我现在对于这个，我觉得这个游戏啊，表面是让我们知道谁是凶手，谁是灵，实际上背后藏了一个更大的事情，就是这个东西啊，这个木乃伊的这个事情，谁是凶手我已经不关心了，不管爱谁谁，谁杀谁我不管了，我就想知道这个背后藏的这个东西究竟是什么。そんな人間いるわけないじゃないか。哎，谁是凶手出来我都不是很在意了，我就想知道这背后究竟是什么。回去拼尸体可以。回去拼什么尸体？我在胡说什么？回去拼模型了，疯了。没发生，因为两个体重不对。这个地方我还觉得挺奇怪的，就当时就是他等于所有东西都换过来，不知道为什么，明明是男性，但是体重却比女的要轻，搞不清楚啊。这个地方设定挺奇怪的。喂，ちょっと待て。どうしたんだ？四つ葉がいねえ。嗯，要安慰一下他的。怎么做？哦，哦，四叶草，搞半天就是给他的。我就说嘛，怎么叫啊？真的是前后联系的。所以说，为什么当时不安慰他，是因为当时没有获得重要的东西。安慰你。確かポケットに。あったあった。四つ葉のクローバー。知ってるか？爱、信仰啊，爱、信任、幸运和。四つ葉のクローバーの葉っぱには一枚ずつ意味が込められてるんだぜ。ホープ。啊，希望、信赖、爱和幸运。希望。这算是现学现卖吧，从白毛那学到的，过来安慰四叶。こいつをお前にやろう。お守りだ。いいか、四つ葉。いつでも、どんな時でも。不能舍弃希望。希望を捨てちゃいけない。应该这次就不会被他杀了。大切なのは信じること。そして、那这个结局应该不会我死吧？还是说不是被他杀，被别人杀了？この三つが揃った時、初めて幸運が訪れる。哎呦，好会说啊！お前の兄貴、ニルスは殺されてなんかいない。刚说完出去就发现被杀了，那怎么办？人どこかで生きている。そう信じるんだ。強く。哎，是不是因为我们这边安慰他，所以出去之后他没有一心说我一定要去看三号门，所以没有看到尸体，他就坚信哥哥活着，然后一直往后看嘞。有安慰到，真的有被安慰到。ありがとう。哭了。出口の前でセブンが待ってる。就哭出来好一点，我觉得。その前に一つだけ聞きたいことがあるの。なんだ？嗯？実験って聞いて、何か思い当たることは？人体实验。人体蜈蚣？我不知道啊。は？そっか。そうだよね。それじゃあやっぱり。嗯，什么意思？他问我听到实验想到什么，我说啊，他说果然，难道他要说我失忆了这件事情吗？什么意思啊？のクローバーのこと。啊？知ってたのは。すまん。什么意思啊？意味がわからないんだが。不是四叶草这个事情不是我知道的，是白毛告诉我的。难道意思是说四叶跟白毛曾经认识吗？
所以白毛讨厌四叶幸运草这件事情并不只是因为四叶幸运草，是因为曾经跟四叶发生过什么之类的吗？気にしないでって言われて気にならない奴なんていないだろう。な、教えてくれ。难道要说四叶他的工作了？他的职业是什么？对吧？你可以把赛文叫进来一起听吗？我申请把赛文叫进来一起听可以吗？不然他在外面等那么久，我觉得也挺着急的。哦，近いよ。本当に？本当だ。信頼。哦。でもいいんだよね。信頼的。当たり前じゃないか。わかった。それじゃあ教えて。这会是什么信息量比较大的事情？今から9年前。この船で何が起こったのか。你是当时的一个女生。待て待て待て。この船で？そう。この船で。那你没有觉得赛文很眼熟吗？実験はある特殊な心理的作用を検証するために行われたの。实验是为了验证某种特殊的心理性作用而进行的。その心理的作用っていうのは。通过某种热物体看不到的域来达成共鸣。共鸣作用のことなんだけど。目には見えないフィールド。例えばこれを見て。ジョン君、これって本当にジョン君なのかな？我就说吧，我就说吧，他明明是个男性，但是他体重以及各项数据都比女生要轻，就很奇怪。这个地方就一直让我很在意。哈？ロックの靴下みたいじゃない？そうじゃなければテセウスの船とか。听不懂了已经，听不懂了。今言ったパラドックスの話。知らないな。そっか。ロックの靴下っていうのは、今ここに。お気に入りの靴下があるとするね。その靴下に純平だったらどうする？把它补了继续穿。这还有选择。我很喜欢的话，那我就打补丁啊。次当てをするしかないだろうな。どこからか別の布を持ってきて、穴のところに縫い付けるんだ。他のところにも穴が開いちゃったら。哦，我懂他意思了，就是说打了一个补丁之后，那还是原来的袜子。如果这个袜子烂到所有都变成补丁了，那它还是你原来喜欢的那个袜子嘛，对吧？所以刚刚那个约翰，他虽然还是约翰，但他身体的各个部位都已经不是约翰了，那他还是原来的约翰嘛，这样子。また次当てをする。さらに他のところにも。虽然我没有听过这个理。